まず決勝ゴールのシーン振り返っていただけますか。そうですね、まあ、こぼれ球なんで、まあ、運が良かったです、はい、アビスパが、まあ、PK を失敗してからのカウンターだったんですけども、あのシーンどうですか。まあ、そうですね、前はゆうやくんを、ね、信じてたんで、まあ、止めたら、ね、カウンターチャンスあるかなと思ってたんで準備はしてました、はい。まあ、それにしてもキーパーの佐藤選手、今日は素晴らしいセーブでしたね。そうですね、まあ、僕じゃなくて、ね、佐藤君をここに呼んであげてください、はい。ただ船山選手としてもご自身も久々のゴールじゃないですか。そうですね、まあ、点がなかなか取れなかったので、ね、それでも使い続けてくれた監督に、ね、感謝したいと思います、はい。これでチームは3連勝です、残り4試合ありますが、プレーオフ圏内に向けても弾みがついくんじゃないですか。まあ、まだまだ、ね、チャンスはある限りしっかりやらなきゃいけない義務があるので、はい、頑張りたいと思います、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。